はい、こんばんは、こんにちは、ゼブです。おまけ、地獄谷に行ってみましょう。疲れた。名前がすごいな。これか？赤い橋は抜けたぞ。トイレ左となっております。これかな。違うな。これあの道に続く道じゃないの。行きし間違えた。戻らんとこっちには車の帰った方が早いかもしれん。やべ、この坂やべ。さすがしんどい。これほんまにおまけなのか。ライオン岩、ライオン見てるから。もうね、戻るのもしんどいぞこれ。やべ、ハイキングコースになるんだって。
あ、しない下、登る死んだほんま地獄だな、これまだあったわ。まだここはマシか。登山登山、道はしっかりしてるけど、ハチハチ、待ってハチ、どこ行った？いなくなった。普通のハイキングコースだな、これはもう。ジョグザニって。もう戻る気せんしな。とりあえず。ここは、ジョグザニ、着きました。多分、こんなんだ。思ってたのと違う。ただの人は悪いけど、ハイキングコースです。今から戻るのもあれなので、見事にここ突っ切って帰ろうと思います。やべ、おまけ動画がこんなことになるとは。カメラは分からんと思うけど、すごい魚今。これ昼間やったら泣くな、暑すぎでしょってなって。で、今回水もさっき飲んだんで。これどこまで続くの、これ戻ってたらあれだもんな、余計な時間になるな。ハイキングコースや、しまったな。しかも道荒いし。
道が近いよ。もう帰ってきました。疲れた。途中にこういう風景があるけど、ほんまにね、地獄、名前通り心理要素ゼロ登山ハイキングでした。地獄谷でした。一個の勝ち点とか切れましたんで、またお会いしましょう。ゼロでした。またね。